このチャンネルではネイティブ毎日使う英語表現を私はクイズ形式でお届けしていますが今日はクイズ形式じゃなくて、えー、ただ単に教えるだけです。OK? okay じゃあ行、えー、きましょう。今日は、ね、2つアイラッシュとアイブラウスを覚えてもらいたいんですけどもどっちがどっちでしょうかあ、クイズになっちゃいましたね。はい、どっちがどっちでしょうアイ,アイラッシュどっちでしょう正解。OK? So,、えー、まつげですね。で、アイブラウスが 眉毛ですね。正解。very good, very good.ok.so,、okay? eyelashes, eyebrows. あの間違えないでくださいね。<coughs> 例えば、あの、えー、思いつかないでいいや。ok.so,、okay. eyelashes は、まあ、そのままなんですよね。eyelashes. で、できれば、あの、できればじゃないか英語だと S がつくんで、ちゃんと S をつけてください。eyelashes. いっぱいありますよね。1本だけじゃないですよね。1本だけだと怖いですね。そして、eyebrows. これも S がつきますね。いっぱいありますよね。ok. で、よくあの日本のその中、眉毛かき器。 っていう眉毛かききなんていうかわかんないな。えっ、ー、と、とかなんかいろいろそういうものに、アイブローって書いてあるんですよねで。確かにアイブローっぽいんですよ。ですよね。あの、つづりは。でも、うん、アイブラウって発音するんですね。英、え、語、ー、ってなんでこんなめんどくさいのかなと思って。だって、OW で、f でフ l ローとかは O じゃないですか。これもアイブローじゃないかよとか思うんですけどね。アイブラウなんですよね。あと、Allow もそうですね。Allow も生徒さんは大体、アローって読んじゃうんですよ。 フォローが多いだから、そりゃそうだなぁと思うんです実は allow って発音なんですね。eyebrows と一緒なんですよ。ほんと英語ってね、よくわかんないんですよね。そういうところがね。統一しろよと思うんですけど。で、英語が、特にそのなんか、発音が統一されてないものが多いらしいんですよ。で、スペイン語とかだとほぼ、まあ、なくはないんだけど、すごい少ないんですよね。英語は、なんて言ったかな。んかの動画で見て、10個か20個ぐらい。動画じゃないな。えっ、ー、と、なんかの本か。本で、あのー、 なんか偉そうな人が書いた本があるんですけど、そ教授とかね、あのー、そういう人は確かなんかそんなこと言ってましたね。書いてありましたね。Okay? なので、英語が一番そういうのが多いというめんどくさい言語ではあるようですね。Okay? ということで、今回もアイラッシュ、アイブラウスだったんですけども、発音もうちょっとはしっかりやっていきましょう。アイラッこれアメリカ語の a ですね。アイラッシュ。アイラッシュ。で、しもシュって日本語で SH の音しっていう音を出すときって、しってちょっと口横に開いちゃうじゃないですか。しし そうじゃなくて、英語は前に出します。シュッシュッ。Eyelashes Eyelashes シュッシュッ。こんな感じで口前に出してください。で、日本語っぽくやっちゃうと、アイラッシュ。アイラッシュズ。シッ。シッって横に開いちゃいますね。開かないで前です。もう一回それを意識していきましょう。Eyelashes Eyelashes もう一度口前に出ますかね。Eyelashes 自分の好きな人が、 あのなんか寝ててそこが変で。で、えっ、ー、と、その人に気づかれないようにキスをする感じですね。OK? こんな感じにしちゃいますね。そういう状況。そういう状況をイメージしてください。こんな感じにしちゃいますよね。OK? なので、その口で OK です。ケ、OK? ーなので、隠れキス口にしましょうか。隠れキス口。東口みたいな感じですね。OK? そして、えっ、ー、と、アイブラウス。これも、ブラー、アーなんですアメリカ語のアーです。アイブラウス。 アイブラウス。顎外しの形ですね。OK、じゃあ行きましょう。アイブラウス、ね so, まあ。アイブラウス。アイブラウス。OK、very good. いいですね。OK、そう、えっと、ま a アイラッシュ、アイブラ w s そんな使うことないかもしれないですけど、日本語だと、なんか、アイブローって書いてあったりとかしたり、あと、読んじゃうかもしれないんで、じゃあまあそういうところでちゃんと意識しましょう。気をつけましょうということと、あと、アメリカ語のアノーと アメリカ英語だと結構アノード入っててアイラッシュズも入っててアイブラウズ A じゃないのにアノード入ってきたりするんですねなのでまあそれをしっかり覚えておいてもらいたいなと思って今回やりましたで1個だけやってもあれなんで今回は特別2ついっぺんにやりましたオッケー特別動画でした OK ということで,で最後ちょっとあの暇なんで雑談しましょうかあの僕ね今このすっごい日が当たっててここから膝ぐらいまですっごい当たってるんですよねだからまあ股間を中心にすごい熱いんですよ でそこだけかなと思ったら頭も結構熱いんですよね。でもちょっとね今は見せられない状態なんで、もうぼうぼうなんですよ。ぼうぼうで、すかすかなんですよね。まあ、すかすかってほどじゃないけど、すかすか、す一すかぐらいかな。一すかぐらいなんでね、朝起きてなんかこう、べたっとしてるような、ぺたってしてるような、なんかちょっとすかるんですよ。 なのででちょっと隠しております。Okay. で皆さんに、ね、あの自信を持ってこうボーボー出せってこう見せられるようになったら是非もう、ね、そのボーボーを強調してお見せしたいと思いますの、ね、で少々お待ちください。OK, so thank you very much for watching and I'll see you tomorrow. Bye!